皆さんこんにちは、インスパイのこたです。今日もユーストリームを使いましてネットニュースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、11月の30日ということで、恒例となりました、今月に、ブログを書いた中ですね、いいねの多かったものから順に紹介していきたいと思うんですけど、早いですね、11月もあって、今年もあと1ヶ月になっちゃいましたけど、皆さんいかがでしょうかね。なんか新潟の方はですね、意外にまだ天気がですね、良くてですね、全然雪の気配もない感じになってるんですけど、はい、これからね、冬が来ます。はい、では早速ですけど、ランキングの方を見ていきたいと思います。こちらからご覧ください。はい、今回はですね、第1位がですね、39いいねとかちょっと少なめなんですけど、速報、Facebook ついに地域情報を検索するサービスを開始ということで、最近ね、ちょっと私個人的に思っているのは、ブログがマニアックっていうんですかね、なんかまとめ記事とかですね、ちょっと多くてですね、ちょっとですね、そのこういう速報記事みたいなのが、もっと軽いニュースっていうんですかね、上げていけばいいんですけど、ちょっとこれが少なくなっていて、ブログの傾向が変わってきたなって気がしてるんですが、これはやっぱり、こういうニュースはやっぱ重要なんだなっていうふうにね、改めて思いましたね。これは facebook.com/places っていうところで、このブログで紹介してますけど、地域のですね、口コミ情報でレストランやホテルやね、旅館とか、こういった観光施設などを探せるようになりましたので、ぜひ使ってみてください。はい、2つ目ですね、リピートの仕組みが10の視点で丸見えセミナー、愛知県豊橋っていうことで、これ1月の27日に、facebook、リピートの仕組みセミナーっていうのを行います。これ今回ですね、1月27日ということで、まだ2ヶ月も先なんですけど、早くもですね、申し込みが70名を超えていて、定員100名ということなんで、もう残り30人ぐらいしかやりませんので、ぜひね、早めに申し込んでいただきたいんですが、これは特にインターネットを使った、そのリピートする方法とかっていうことではなく、リアルも含めた、しかも、考え方という視点ということになっているので、こういうことをやったらいいよっていうね、テクニック的なことでは実はない部分が結構多いですので、ぜひ参考にしてみてください。はい、続きまして26いいね、2014年10月、Facebook 個人の投稿いいね数ランキング20。これは恒例なんですけど、毎回言ってますように、Facebook のいいねって実はこれおかしい仕組みになっていて、いいねをボタンを押した人の人数が表示されてるんではなくて、シェアした人数も出てるので、プログラムでシェアをね、100回すればですね、100いいねが取れちゃうんですよね。で、ちょっとどうなんだと思うんですが、それで、これも自分の、Facebook のコメントに20個シェアしたので、20はこれでカウントされてるんですね。実際6いいねってことなんですけど、こんなことになっちゃいます。はい、続きましてこちら、EC における物流配送、発送、送料のニュースまとめ、随時更新。これですよ。こういうものがすごい増えてきたんですが、これも本当にですね、1日ぐらいかかって調べたものなんですけど、かなりいい内容を頑張って書いたつもりなので、ぜひ皆さんもですね、これ見てブックマークしていただきたいんですが、随時更新なので、このページに足していきますので、よろしくお願いします。はい、続きまして22いいねということで、Facebook ニュースフィードのエッジランクまとめ。エッジランクがね、変わるっていうニュースがやっぱりいろいろ出てきていて、また来年からですね、変わるようなんですけど、これらの過去のニュースなんかをちょっとまとめるページを作りましたので、こちらもね、よかったらブックマークしてみてください。はい、続きましてこちら、19いいねってことで、平さんっていう方をね、テレビ、CM、プランナー、ディレクターの方を新潟をお呼びしまして、講演した時の、ページですね、がランクインしました。はい、続きましてこちら、意外と知らないスマホでネット検索のコツが IT ニュース掲載ということで、これR25 っていうところに掲載されたのを機にですね、Yahoo や Goo やインフォシークやドコモさんやいろんなところにね、転載されていきました。それらをちょっとまとめていましたので、ご覧ください。これもなかなか面白いです。はい、これも恒例になりました。2014年11月から変わることということで、これ4月から続けてるもんなんですけど、今回もね、
やるか迷ったんだけど、やりました、ショートメールの料金改定ってこと、括弧注意って書きましたが、ぜひこれも見てください。12月から変わることは結構ありますよ。続きましてこちら、15いいね。初公開、ビジネスモデル数値化と効果的ネット広告セミナーということで、まあ、これも新しい切り口で、今回セミナーをやりましたので、これもですね、教材として販売してますから、よかったらですね、購入していただきたいなと思うんですけど、500円で売ってますんでね、購入していただきたいんですが、おすすめです。はい、続きましてこちら、情報リテラシー論と検索し、東大、九大を抜き、長岡造形大学が独占という。これですね、今日検索してみたら、もう10個中7個が、10位以内に入ってるって形になってきまして、まあこれ目標はね、10個中10個全部入れようっていう目標があるんですけど、まあこのキーワードの検索数は全然多くないので、だからなんだって話なんですけど、まあ僕が言っているのは、その、キーワードを制するっていうことね、キーワードの、まあ、メントリって言いますけど、いかにこれがすごいかっていうことね、ないと出ないわけですよね。あると出るわけですよね。これについて、話しているものです。はい、続きまして、そんなに無料でノウハウを公開して横田さん大丈夫ですかと。これね、こういう軽いね、ブログね、本当はもっといっぱい書きたいんですけどね、最近だんだんハードルが上がって書けなくなってるんですけど、まあ、これもよく聞かれるので、実は無料で公開している以上に有料で公開しているものがいっぱいあるんですよっていうことについて、話したものですね、こちらがランクインしました。はい、続きまして、竹内健礼の2015年売れる搬送企画キャッチコピー予測カレンダー、これおすすめだよって紹介したね文なんですけど、これ今ですね、売れる搬送企画キャッチコピー予測カレンダーもしくは、竹内健礼2015とかで検索すると、竹内健礼さんに上に僕のブログが出ると、というちょっと SEO をやってるんですが、まあこういうね、ことって結構面白いなと思うんですよね。はい、続きましてこちら、2014年11月以降の講演予定で注目セミナー、新潟県外も多数ということで、これもちょっとね、今回発表が遅れちゃったんですけど、お伝えしました。12月はですね、少しいろんなセミナーも企画していきたいなと思ってるので、また告知しますので、ぜひご覧ください。はい、あとはですね、LINE アットのビジネス利用徹底解説、そもそも LINE の魅力とはということで、これ15分の動画の中で、その LINE アットの、もしくは LINE の、そのビジネスモデルっていうか、すごいいい点、面白い点っていうのを、かなり濃くですね、語った動画を撮ってみましたので、ぜひね、ご覧いただきたいなと思います。これ LINE これから勉強したいなと思う方は、この15分の動画を見るとかなりよくわかると思います。しかも無料公開ですので、ご覧ください。はい、そうですね。こんなこともありましたね、11月。YouTube コンサルタントでメディカツ課外授業まとめ。水越さんとですね、メディカツの水越さんと、課外授業ということで、ウェブセミナーを2時間ね、無料公開しましたけど、こちらの様子をまとめたものを、掲載しました。はい、あとはこの辺からですね、長岡造形大学情報リテラシー論、位置情報まとめ、位置情報7回ですね、ついてまとめたもの、あとは、これもまとめですね。位置情報 GPS を活用したスマホのアプリまとめ随時更新ということで、本当こんなのいいですね。はい、あとは、スマホの特性を生かした11の反則司法セミナー、飯塚商工会議所。これ、またですね、行いますのですね、12月の、16日ですね、群馬県の桐生商工会議所の方で同じ内容のセミナーを行いますので、興味ある方はぜひお越しいただきたいなと思うんですけど、行います。はい、あとは8いいねということで、長岡造形大学情報リテラシー論、テレビ衰弱と動画メディアということで、これも造形大学の話のまとめですね。はい、あとは、地デジ対応、テレビ局が YouTube などネット反撃を密かに開始ということで、まあ、この後ラジオの話も出るんですけど、一緒に話しましょうかね、この辺ね。情報リテラシー論、ラジオと音声技術の進化、若者ラジオ離れが加速する一方で奮闘するラジオ局の挑戦、この辺でですね、まあ、マスコミの方の、新しいですね、その今後の方向性、これも実は随時更新の内容なんですけど、こういったこともですね、
まとめていこうと思ってます。本当まとめばっかりになってきましたよね。はい、ということで、もうどんどんね、アナリストというかですね、分析っていう方になってるなっていうふうに個人的にちょっと思ってるんですけど、ぜひお付き合いください。はい。あとは、こちら。これもまとめですね。スローモーションとタイムラプス動画を iPhone6、iOS8 撮影ということで、まあ、スローモーションとかタイムラプスっていうね、2つの機能が追加になったので、これについて、スローモーションならではの動画とか、タイムラプスならではの動画っていうのを集めていこうかなと思ってるので、こんなにたくさんまとめやって大丈夫なんかって気がしますけど、頑張ります。はい、続きましてこちら、6いいねということで、長岡造形大学の、様々な動画とネット生配信ということのまとめ、あとは多様な連絡手段のインフラ化のまとめということで、本当に多いですね。まあ、今月は 5回多分出てるのかな ?5 週分出てるので、これ多いですね。あとは IT セミナー、消費税の増税で変わる購買行動の変化12パターンということで、これもセミナーの教材と一緒に載せてますので、ご覧ください。はい、これ6いいねしかついてないんだけど、超大変だったんですが、日本語ラップ&ヒップホップ歴史まとめ、YouTube 邦楽50曲ということで、50曲ですね、この日本の歴史を語る、日本のラップの歴史を語る上で、まあ、欠かせない曲ということで集めてみたんですが、まあ、実はですね、これでもちょっとまだ足りないものがあって、またこれもまとめなので追加していこうなと思ってるんですけど、本当こういうね、時間がかかって、しかも随時更新ネタが今回増えてきたなっていうのが11月の反省でもありますね。はい。あとは、2014年10月のハウツー&レビュー無料 YouTube 動画31本と、Facebook ページのいいね数ランキングということで、10月でした。はい。ということですね。まあ、特に今回ですね、15分動画以外に、無料のですね、短いハウツー動画も撮り始めているので、どうしてもですね、短い記事、なんかニュースっていうものが、ハウツーの方で語られるケースもあったりとかして、もしくはもう大体一周しちゃったんですよね。もう Facebook も Twitter もなんかも一周しちゃったんで、随時更新ニュースっていうことで追加してってることが多くて、あまりこうですね、自分の方でまとめる、15分で喋るほどでもないっていうのが多くなって、ちょっとね、どういうふうにしていこうかね、難しいところに来たなって気はしてるんですけど、ただまあ、自分のブログ、自分のホームページのコンテンツとしては、いろんな情報を掲載していってるってのが増えているので、まあ、こういったことは、ゆくゆくはね、大事だと思っています。だから、毎日のブログを更新していくってことももちろん大事なんだけど、過去のブログ記事、過去の、自分が書いたものに、どんどん追記して、自分の、コンテンツのね、もうアクセスがあるわけですよ。昔の記事でもね。そこを濃くしていくっていうことは、長い目で見るとすごく大事かなと思ってるんですよね。なので、こういったものをですね、今後も、やっていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、12月に入りましてですね、これからまたですね、頑張ってやってきますが、どういうね、ブログを書いてほしいかみたいなことが、もしね、皆さんの方であれば、ぜひその辺もね、教えていただきたいなと思います。はい、今ですね、たまたまちょっとテレビをつけてたら、スマホ検索について今回まとめたんですけど、どこからどこまでっていうね、検索があるんですけど、ここからってできるんですね。ここからどこどこまでってやると、現在地情報からできるんですね。ちょっとこれいいこと知りました。今 CM でやってたんですけど、ちょっとね、参考にしようかなと思いましたね。あと、何々電話って検索もいいんですね。そうすると電話が出るんですね。なるほど。ということで、ちょっと勉強になりましたけど。はい。ということでね、11月も終わりになりました。まあ、こういうふうに皆さんとですね、会話ができるのも、あまりないので、今日はですね、ちょっと長めにお話をしていますけど、また、12月はですね、年末になってくるので、今度、年間ランキングとかですね、年末、年間のまとめみたいなのも多くなってくるので、ほんとまとめだらけになってしまうんで、申し訳ない気がしてるんですが、またですね、1月の17日を最後に、造形大学の授業もなくなるので、またね、まとめ以外の記事もいっぱい書けると思ってますので、お楽しみ。
はい、ということで今日は、11月のブログいいね数ランキングを発表しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。